結婚後に会社潰れて無職になった兄と専業主婦の兄嫁。兄夫婦は生活苦のために一時的に兄実家に同居することになった。兄嫁から見て、うとめとことめ二人いる義実家。うとめである私の両親は仕事と趣味に忙しく、またことめである私たち姉妹も社会人、私と大学生で忙しい。家事分担はドジっ子、迷惑の父以外の女三人で代わる代わるやっていたが、兄夫婦同居とのことで生活費や家事分担含めて家族会議に。自分たちの生活のためにうちで同居するしかないくせに、家賃や生活費、家事の話をそらそうとする兄嫁に、同居したくねえと心から思った。台所も洗濯機も風呂も一つずつしかない。使用も掃除も決めておかないと効率が悪い。そのために家事の分担の話をするとパートをするつもりなので、いつから何のパートを何時間するのか聞くと無言で涙目。母が家賃や生活費を兄に聞くと兄を睨みつける兄嫁。自分たち夫婦のためだけに家事をして家賃も生活費も出さずパートもする気ないというのがひしひしと伝わってきた。朝ごはんやお弁当作りが必要なのは私たち全員なんだよ。同じ時間帯に一つの台所で別世帯の人間が別々に食事を作るなんて面倒なだけだと台所に連れて行き、説明しても無然とした表情。兄嫁がパートに行って生活費を払えるようになるまでは、兄夫婦の生活費の代わりに兄嫁が全員の朝食とお弁当の用意、買い物、朝食とお弁当用、風呂掃除、リビングの掃除をすることに。兄は就活とバイトと家賃代わりに月に2万円入れることに。夜は私たちが台所を使うから自分、兄夫婦たちの夕飯を作るなら18時までに作り終えておくことを決めておいた。涙目の兄嫁を兄がなだめていた。金一切入れずに好きな時間に好きなだけ他人の家を使えるとなんで思ってんのと、後で妹がこっそり言ってきたけど同感だった。結局1ヶ月経っても兄嫁はパートする気さえ見せず、料理も掃除もサボりがちに。妹が鬼みたいな顔して掃除機かけてた。また家族会議をして、そんなに私たちのための家事が嫌ならパートに出て生活費を入れてください、あなたが使っている家電の電気代も光熱費もガス代も私たちが出している、あなたが食べている食べ物の食費は私たちが出している、この家はお父さんと私が一生懸命働いて建てた、無理なら同居は解消しましょう。兄嫁無言無表情。次の日、兄嫁が昨日はすみませんでしたと差し出してきたお弁当袋を妹がさっと開いてお弁当箱をパカッ。クソ自己中途とご飯に海苔で書かれていた。時が止まったよ。母のお弁当は嫁いびり大好きババアハート、私のは生き遅れババア、父のお弁当はハゲセクハラジジイ。その場でホテルを取り兄夫婦を追い出した。兄夫婦がギャンギャン喧嘩してたけど、兄の車に兄夫婦の荷物をありったけ詰めさせて合鍵没収、念のため実家の鍵を取り替えた。その後兄夫婦土下座で同居を頼んできたけど門前払いした。今兄はすぐにでも離婚したいらしいが、兄嫁から次の男を探すまで待ってと頼まれてるらしい。兄嫁からあんたらのせいで離婚するんだから会社の男紹介してと LINE が。私たちのための家事が嫌なら兄嫁がパートに出て生活費食費格安入れて家事は女4人で交互にしようって何度も言ったのに、何があかんかったのか今でもわかんね。わかったのは同居はコリゴリだってことだけ。ちなみに買い物用のお金私も出してる、もう帰ってこないけどもう関わりたくないからいいや。専業主婦が帰省中なんて思ったこと一度もなかったけど、兄嫁は帰省中するために専業主婦やりたかったんだなと思った。美人だし料理も上手だったから相手にこだわらなきゃすぐに再婚できると思うです。すごいねその兄嫁。弁当箱の件とか普通しないでしょ。次の男見つけるまで離婚待ってってのも意味わからんし、
フリーじゃないと逆に難しいんじゃ？お金目当てかな？何にせよお疲れ。報告者、兄と離婚したら路頭に迷うから次の ATM が見つかるまで待ってって感じ。兄が結婚した時ちょっとなと思ったんだよね。結婚考えて同棲していた恋人を追い出してすぐに年下の兄嫁と結婚したからさ。元カノさんとは婚約はしてないものの、兄とは数年越しの付き合い。美人じゃないけどしっかり者で、さりげない気遣いをする人で、自然と周りに好かれ頼られる人だった。だから兄が元カノさんと別れて兄嫁と結婚した時、兄と元カノさんの共通の友人、特に女性がかなり去っていっていた。外見&若さ、超えられない壁、性格&一緒にいた時間な男性ってやっぱり多いのかな。あんな可愛い子なら乗り換えるのも仕方ないって兄をフォローする男性が多かった。兄は新婚生活の時幸せいっぱいでのろけてたくせに、今じゃ元カノと結婚すればよかったって愚痴ってる。元カノさん今は育児休暇中だから無理な願いなのに。です。そんな兄ならそんな女で順当だと思う。お似合い夫婦だから死ぬまで二人で支え続けていけばいいのに。兄嫁だってそのうち劣化するんだから。元カノさんが幸せそうで何よりです。